9日から始まったコロナウイルスに負けない北海道の飲食業界応援プロジェクト。ホームページから応援したい飲食店に寄付をすると、寄付額に 10% 分上乗せした食事券を後日受け取れるもので、寄付された額は昨日までに1000万円を超えました。クラウドファンディングを運営する札幌の企業アクトナウが昨日夜、飲食店経営者らと国会議員とのトークイベントを開き、経済立て直しの対策や減税の必要性などを話し合いました。消費税は 0% に当分の間するべきだと思います。内需中心のですね、日本の経済を、盛り上げていくと。またアクトナウは道内の飲食店を救済するための政府系ファンドの立ち上げを政府に提案するよう議員に要望しました。